こちら浦安情報局、こちらの時間です。ゴールデンウィーク真っ只中の放送ですが、後藤さんはゴールデンウィーク毎年どうしてますか？そうですね、私はあんまりゴールデンウィーク関係ないので、あんまり私にとってはゴールデンのウィークではないんですよね。なので静かに過ごしています。辻さんは？私も会社勤めじゃないので基本的に関係ないんですけど、最近は B 級グルメのイベントとかが増えてきてるんで、見つけるとご当地グルメを堪能してます。そういうのは連休ならではの楽しみですよね。皆さんはどのようにお過ごしですか？さて、先日浦安市の陸上競技場にある国のナショナルチームが来たんですけど、知ってますか？なんかそういえば浦安市のホームページで見たような気がします。そうです、実は7人制女子ラグビーのブラジル代表チームが日本で初めて開催される国際大会 HSBC ワールドラグビー女子セブンズ北九州大会に出場するために市内で直前キャンプを行ったんです。ブラジル代表が日本で合宿をするのに浦安市ラグビーフットボール協会の協力もあり、浦安でのキャンプが実現したそうなんです。大会に向けて環境の整った場所で練習ができたお礼にと、ブラジル代表から浦安にプレゼント。そして北九州へ向かう直前には市田市長を表敬訪問。大会は4月22日と23日に開催されました。この間こちらでラグビーの特集を放送して、またラグビーの話題、浦安市のラグビーの熱もまだまだ高まりそうですね。そうですね。さあ、まずは浦安市内で活動する団体を紹介する浦安ナウです。サクソン5というものから始まって、今はサクソンズというふうにアングロサクソンのサクソンを使ってます。あるビッグバンドに入ってたメンバーが、なんかサックスだけでやりたいねという話があって、それでサックスだけが独立してサックスを中心にいろんな曲をやろうということで始めたのがきっかけです。基本的にジャズっぽいのをやろうということで始まったんですが、こういう公民館の文化祭とか、それから介護施設に行ったりとか、いろんな一般の人を対象にした演奏が多いもんですから、あまりジャズでギラギラやるのは、やる方はまあ楽しいんですけども、聴いてる方がつまんないので、そういう意味では何でもやります。月に原則2日を練習日に当ててて、土日のどちらかで富岡で、練習してます。サックスだけの編成、クライネットが1本入ってるんですが、それとベースとピアノのある編成でやってます。サックスの音は、高い音はトランペットの音と同じような音も出ますし、低いテナー以下であればトロンボーンのような音も出ますので、サックスだけで、できればクラシックからジャズからラテンまでいろんな曲を果敢にチャレンジしたいなと思ってますので、興味があって少し、やってられる方があったら、見学に来ていただければと思います。サクソンです。みんなでサックス吹きませんか？さて、後藤さん、この時期の浦安のイベントといえば何を思い浮かべますか？それはもちろん植木祭りですよ。そうです、毎年緑化協調月間に合わせ、緑でつながる街にしようと開催している植木祭りは今回で42回目。今年は4月22日と23日に行いました。郷土博物館前の芝生広場と総合駐車場横のゲートボール場などを会場に、さまざまな植物が並び、多くの市民の皆さんが集まっていましたよ。それにしても毎回思うんですが、植木祭りはいろいろな種類の花や植木があって色鮮やかですよね。この時期人気のものってあるんですかね？そうですね、浦安市緑化事業協同組合の皆さんが出展している販売コーナーで聞いてみましょうか。クリスマスローズですね、ダブルといって、はい、こう、出会いになっております。
うちのお店だとやっぱり野菜の苗が人気になります。おすすめはまあミニトマトとか、シシトウとか唐辛子とかそういうものはやりやすくて人気があると思います。人気のものはですね、金柑、ボタン、シャクナゲが今日はよく売れてますね。特にあの山椒もちょっと人気ですね。今日ですとやっぱりあのハーブ系が人気ありますね。これから母の日近いんでカーネーション類が売れますね。人気があるといえば毎年多くの方が並ぶ苗木の無償配布。今年はどんな植物が配られたんですか？今年はアザレアやガーベラ、ブルーベリーなど9種類の苗木が2日間で1万鉢配られたんですよ。パキラ、観葉植物です。あの部屋の中で飾ります。バラが好きなんで、あのこの前もミニバラいただきました。それがだいぶ大きくなりましてね、まだ毎年咲きますから、またミニバラいただきました。色違いの、やっぱしこうゴルフが多いわね、うん、あの育てて、うん、あの増やして楽しんでます。いや初めてっていうかブルーベリーを初めてもらった。今まではほら花とかそういうの多かったんですけども、いやブルーベリーがあったんでちょっと変わってるから、うん、今回ブルーベリーにした。まあうちで、うん、まあ、育てようと思ってるんですけど。皆さん苗木をもらうの楽しみにしていたんですね。でも植物を育てるのって大変ですよね。今年配られたいくつかの苗木の育て方を慶応ガーデン園芸部門主任の秋山さんに聞いてみましたよ。この花はアザレアと言います。基本的に低木の扱いになりますので地植えにしていただいて来年も再来年もずっと長く楽しめる植物です。それで表面が乾いたらあげる程度でいいので、ただあの地植えにしていただくとあの土の中に根が張って水はそれほど毎日いらなくなってくると思います。鉢植えの場合には1日1回程度、冬場だと2日から3日に1回程度やっていただければいいかなと思います。これはアイビーという植物になります。これもあの地植えにしていただけるとあのつるが伸びていって永遠と育ってくれる植物になります。で比較的これはどんな場所でも適応能力が高いので、どこに植えても光さえ当たればきれいに育ってくれると思います。で成長力が旺盛なので節で切っていただいて水に挿すと根が出てきます。ガーベラは基本的には 1,2 年草という扱いになるんですけれども、環境が合えば出根をしてくれて来年再来年どんどんお花が咲いてくれます。で株も10円にすればこの5倍10倍の大きさになってきて、花首も今の倍以上、切り花で売ってるぐらい、これぐらいですね、30センチ50センチは伸びてきますので長く楽しめる植物だと思います。育って安くはないです。ちょっと難しいですね。地面に植えた時に株がだんだん痩せていってしまうんですね。この時肥料をしっかりやっていただくっていうことが大事になってきます。ミニバラもいろんな種類が出てまして、このまま楽しめるんですけども、ちょっと大きな鉢に植え替えてあげて、植え替える時に油かすと牛糞をちょっと土に混ぜていただくと株がもっと大きくなってくれます。で楽しむコツとしてはちょっとバラは病気にかかりやすいので消毒をしていただくか、虫が来ないように薬をまくということが重点的にやっていただきたいことですね。これはミニ観葉になります。去年先ほどまでのはお外で育つ植物だったんですが、今回これは室内になります。この春先は外でもいいんですけど、夏の強光線に当てると葉っぱが日焼けしてしまって傷む原因になりますので、明るい窓際に置いていただければいいかなと思います。でお水は乾いたらあげるという感じで、観葉植物枯らす原因がお水をたくさんやりすぎて枯らす方が多いので、土を触っていただいて乾いたらあげる程度でいいかなと思います。ハチヒカズラも成長力が旺盛ですので、コンテナだったりお庭に地植えだったりしてどちらでもよく育ってくれます。ただ成長が早くてツルが伸びますので、邪魔な時にはツルを切っていただいて、これもヘデラと一緒であの根が出てきてくれますので、そこから挿し木もすることも可能です。基本的にはもう草花と一緒で肥料をやっていただければ、その分ぐん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 伸びていってくれます。これはグズマニアという植物になります。アナナス類といってそういう仲間なんですけど、この葉っぱのところが少しくぼみがあるんですね。水をやると上からやるとここに水が溜まってしまいますので、持ち上げた時にここから水がこぼれることがあります。なので基本的にはお水は土にあげるようにしていただければいいかなと思います。これも室内で強光線、夏場の太陽の光が当たらないようにしていただければいいと思います。これはブルーベリーです。
もうポピュラーな、もう皆さんが知ってる果物なんですけども、これはもう基本的にはコンテナでも重植えでも、少しコンテナと大きめの器に、重植えだとちょっと広い、光がよく当たるところが大好きですね。で基本的に痩せてる土地でも育つとは言うんですけれども、品種改良品が多いので、なるべく肥料を上げていただいて、で基沈質の肥料、要はハーブとかで使う肥料ですね、のを上げるといいかなと思います。これは多肉植物となります。近年多肉植物はすごいブームになっていまして、ここ5年ぐらいで多肉のマニアの方がとても増えてます。基本的にこの葉っぱが厚いのが特徴で、この中に水分を蓄えて水が少なくても育つようになってます。夏場は週に1回ぐらい、冬場は2週間に1回ぐらいですね。枯らす原因は水をやらなすぎるか、水をやりすぎるか、どちらです。極端です。無料で配られているといえばリサイクル堆肥、これも毎年多くの方がたくさん持って帰っていますよね。植物を育てるのに欠かせないものですからね。このリサイクル堆肥は街路樹などの枝を伐採したものを使って浦安市が作っているものなんですよ。リサイクル堆肥は基本的にあれ培養土ではなくて土壌改良剤になります。なのでお家にあるコンテナに寄せ植えに少し堆肥を足してあげて、土を活性化してあげる、畑に入れて土の中の微生物を増やしてあげるという目的なので、あれだけで植えても育つんですが、あれだけ強すぎますので、土に既存の土に混ぜてあげるという前提で使ってあげると植物はよく育ってくれると思います。栄養分だからといって与えすぎるのはダメなんですね。人もバランスよく栄養を取ることが大切ですからね。植物も同じなんです。浦安を緑あふれる町にしようと活動している市民団体もブースを出していますよね。そうですよ、皆さんここでどのような活動をしているのか聞いてきましたよ。ここはね、種からみんな育てて、それを種から育てるととっても丈夫なんですね。それを皆さんに低価格で買っていただいて、浦安の町の中にお花を増やしたいっていう、そういう感じです。種からまいて育てた苗をお安く皆さんに買っていただいて、ご自分の庭もきれいにしていただきたいって、ですから皆さんにお花に触れていただいて、すごく気持ちよく過ごしていただきたいっていうんで頑張って育ててます。はい、樹木に皆さんに来ていただいて、で木の名前を見ていただいて、で、確認していただいて、木に親しんでもらおうという趣旨でやっております。はい、綺麗な花壇を作ってるというようなことをやっています。で最近は椅子なんかもこう揃えてますから、あそこで休んでいただけるとありがたいと思っておりますが、お花に触れ合う機会があってよかったなと思います。植木市やってるっていう看板を見て、どうなのかなと思って見に来ました。すごいたくさん人がいらっしゃったので、結構盛大にされてるんだなっていう印象を受けました。はい、自分たちで植物を育てると愛着も湧くから、緑もたくさん増えるんでしょうね。そうかもしれませんね。もしかしたらオークションで買った植木も愛着が湧きそうですよね。自分で競り落とした植木ですもの、大切に大切に育てるんでしょうね。それから緑化講習会で作った寄せ植え、こちらも自分で作った寄せ植えですからね。自宅に飾って声をかけながら水をあげて、そう考えると植物を育てるのって楽しくなりますよね。それから辻さん、植木祭りには会場のあちらこちらに植物でできた飾りがあるの気がつきました？もちろん気づいてますよ。でもしっかり見たことはないかもしれません。会場の入り口のところにできている記念撮影コーナーでは、以前私も撮影したことがあるんです。今年も素敵なコーナーになっていましたよ。中央図書館への通りに飾られたハンギングバスケット、素敵だと思いませんか？まあ華やかですね。実はこのハンギングバスケット、なんとなんと私が作ったんですよ。後藤さんすごいでしょ。実はこの植木祭りのこれらの飾りはボランティアの皆さんが協力して作ったんですよ。ほうほう、私もそのお手伝いをしてきました。続きまして、ハンギングバスケット作りの様子をご覧ください。
私は今ふれあいの森公園に来ています。ここでは植木祭で飾るハンギングバスケットを作るということですので、今回私も挑戦してみたいと思います。ハンギングバスケットは地面などに置く寄せ植えではなく、壁にかけたり吊るしたりして高い位置で楽しむコンテナガーデンの一つなんです。今回は弁天ふれあいの森公園を育む会のメンバーの方に教えていただきました。材料はバスケットに花、水苔、培養土。今回用意してあった花はバラとペチュニア、それとバーベナの3種類。まずはどのように花を置いていくかデザインを決めるんです。デザインが決まったら水を染み込ませた水苔を入れます。まず水苔を、はい、ずっと敷いてください。あまり厚くではなく、はい、あまり固く絞らないでください。もうそのままでびちゃびちゃでバッと入れます。はい、さっと軽く、はい、そうです。そして平らに、そこに平らに皆さん入れてください。そしてね、このそして土、少しです。たくさん入れちゃうと、もうね、はい、少し軽く土は入れてくださいね。本当にクッションぐらいでいいんです。ハンギングバスケットは、こういう高いところにね、行きますので、下から見るわけです。どちらか言うとこう、こういうふうに見るために、一番最初に入れるときは、本当にひっくり返すぐらい、逆さまになるぐらい、下へ向けて差し込んでください。はい、そうしないとこれが全部見えちゃうんです。こうやりますか、その間に、そうです、そうそう、そういう感じです。はい、入れてください、はい、とにかく花を傷めないようにしてくださいね。はい、で、それ、その時にバランスを見ます。向き、こういう花の向きとか、そういうものが自然に行くようにこうやってまず下へとにかく向けます。はい、はいですね、このぐらいぐっと下に向けてください、はい、で、これ下から必ず見るんです。突っ込むだけじゃないんですね、はい、こちらの高さとバランスを取ります。こうやって少しこちらと同じぐらいのバランスにして、はい、だからゆっくりやってくださいね。慌てないでしっかりこの下に向くように、まず一番下段は、で、これ向きをね、ちょっとあれですから下向きに見てこうして見るんですね。どうかなと、あ、いいですね、このぐらい下になっているから、はいはいはい、じゃあこれで、はい、で、下へ向けてくださいね、はい、それから逆さまに入れるぐらいの気持ちで、はい、そうしましたら水苔バケツから、はい、ある程度花を入れたら途中で水苔、たくさん入れないでくださいね、水苔も、はい、もう少しでいいんです、間に入れて、はい、この、ね、手前に入れてください、はい、手前にね、はい、お水がね乾燥しやすくなるので、はい、手前に入れて、はい、はい、じゃあこれもこうやって、はい、流れるぐらいです。細かでいいよね、はい、何度お水今入れたんですか。もうね、しっかりお水あげとかないと、全部できてから水を浸透させようと思っても浸透するのが大変なんです、うんうん、だからもうたっぷりとその都度全部お水をあげてしっかり含ませておくんですね、はい、水分を、はいはい、下に向けて、もうね、あんまり下でなくて、そうそう、そのくらいでいいですかね、はい、このくらいの感じ、もうこの下に入ってますからね、はい、今度はちょっと、はい、そうしてください、はい、長さ同じぐらいにした方がいいですね。そうですね、その方が、で、向きを見て、この収まりと土のここの、あ、はい、土の収まりと花の向きを見ながら入れます、はい、どうがいいかなと、ね、そういうのもちょっとこれバランス取りながら花を入れていくんですね、はいはい、向きをこの、ね、そうそう、花がどういうふうになったら綺麗に見えるかな、あ、いいですね、このぐらいでいいと思いますよ、はい、汚い葉っぱは取ります、はいはい、そういうのもね、はい、ハンギングをきれいに作るのに、だからゆっくりでよろしいんですよ。ここら辺でいいですかね、向きいいですか、時々下からしゃがんで眺めてくださいね、必ず、大変面倒でもどうかなって、いえいえ、そちらの具合、花の向き、そういうの後で絶対にこれはあ、こうすればよかったって言っても
もう変えられませんので、はい、ここできちっと、はい、やってください。いいですか。はい、はいはい、じゃあここ入れていきます、はい、下向けない、上に、上なんです。これはだから少しこの奥へ入れて立てますからね。こういうふうにも立てちゃいます、花を。あ、もう上に、はいはい、上でいいんです。もう、はい、間には挟みません。はい、だからこれもそうですね。はいはい、こうやって立てた感じに入れていきます。これと決まってきます。はい、こうやります。はい、そしたらいいわね、水ゴケ見えないし。はい、どうでしょうかね、下からこう見ていただいて。はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。これで完成ですか。はい、はい、そうです。はい、もうちょっとこっち来ますかね、ちょっと下げて、うん、完成しました。はい、これもしお家で作るとしたらどうすればいいですか。このあのお家の場合こんなにしたらダメです。これは長持ちしないんです、あまり。そうなんですね。はい、これはそれこそその時の期間に綺麗に見せるために無理して入れてます、はい、普通のハンギングであのっていうのはある程度間隔を空けて成長する過程でいろんな間に何かを入れてそして完成させるのが1ヶ月先とかそういうイメージでやるんです。だから少しは周りの器も見えますけれどそれをだん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 大きくしながら鉢をきれいに囲んでっていうのを楽しんでいただきます、はい、今回はディスプレイ用なので水苔を使いましたが家で作るときに水苔を使うと腐ってしまうそうなんです。ですから栄養のある土を使って作るんですって。完成しました。私が初めて作ったハンギングバスケットです。いや、ちょっと私にはね難しいかなと思ったんですが先生に教えてもらいながらやるとだんだんすごい楽しくなってきたんですよね。でも豪華だし、はい、彩りのバランスもすごい素敵だったし見事ですよ。いや、本当バラが綺麗に咲いてくれてよかったです。ね、よかったですよね、はい、やっぱり植物ってこうやって自分で育てたり形作ったりするといいのかもしれませんね。そうですね。続いては市内で行われたイベントなどをご紹介します。 VTR スタート。4月8日には浦安市運動公園を中心に浦安チャリティーウォーク、これは浦安ロータリークラブが主催しているもので今回で17回目、参加する皆さんに寄付金を募りました。東京学館浦安高等学校吹奏楽部を先頭にウォーキングのスタートです。コースは3キロと6キロ、舞浜のホテル群をぐるりと回りました。今回参加したのはおよそ1500人、絶好のウォーキング日和となり皆さん元気に歩きました。途中でチェックポイント、スタンプを押してもらいます。海沿いは爽やかな海風に吹かれ疲れも癒してくれました。リゾート地のウォーキングは浦安ならでは、ゴールの運動公園を目指しました。運動公園では浦安が誇るホテルのグルメに舌鼓、ワンコインで味わうことができました。集まった寄付金はタイの教育支援や浦安市社会福祉協議会に寄付されるそうです。天気にも恵まれた17回目の浦安チャリティーウォーク、参加した皆さんは歩いて美味しいものを食べて満足するひとときを過ごしていました。4月19日には市内の小学校で新1年生の給食がスタート。東小学校ではまず準備の仕方を学びました。食器の置き方や盛り付け方などを学んだら早速準備に取り掛かります。最初は手をきれいにしてから配膳台を持ってきました。コンテナから係の友達と協力して食器を運びます。盛り付け係の人は割烹着に、運ぶ係の友達が並んだらおかずやご飯を盛り付けます。初めての給食の献立はいつの時代も人気のカレーライスとフレンチサラダ、お祝いデザートに牛乳です。準備が整ったらいただきます。みんな大きな口で食べていました。
カレーライスはやはり大人気。おかわりの列もできました。みんな残さず食べてごちそうさまでした。食べ終わったから給食は終わりではありません。後片付けもみんなで協力しました。これから6年間小学校で食べる給食、これからもたくさん食べて元気に成長してくださいね。4月20日には日本フットボールリーグに参戦しているブリオベッカ浦安の選手たちが天皇杯全日本サッカー選手権大会の本大会出場を決めたことの報告に市長を表敬訪問しました。ブリオベッカ浦安は浦安生まれのサッカーチーム。予選も兼ねた千葉県サッカー選手権大会で優勝し、天皇杯本大会の出場権を手にしました。4月23日に行われた1回戦では、山梨県代表の韮崎アストロスに勝利、2回戦進出を決めています。2回戦の相手は、日本サッカーの最高峰 J1 に所属する柏レイソル。格上のチームを破り、番狂わせを狙うブリオベッカ浦安の次のゲームは6月21日です。皆さんで浦安のサッカーチームブリオベッカ浦安を応援しましょう。4月22日には浦安市陸上競技場で運動会直前かけっこ教室。これは運動会の徒競走で一等賞を目指そうと行われたものです。講師は総合体育館のスタッフ。小学校4年生から6年生を対象にした教室です。まずはランニングでウォーミングアップ、体をほぐします。体がほぐれたら早速走りました。スタート合図もピストルを使い本番さながら、講義を受ける前のタイムを測りました。講義は腕の振り方から、脇を締めてまっすぐしっかり振ることを学びました。続いてはなるべく大股にし股関節を柔らかく、次は速く走るための練習です。両足で片足ずつ、そして走るようにジャンプします。慣れてきたらジャンプする幅を広く。参加した子どもたちは一生懸命先生の言うことを実践していました。徒競走で重要になるのがスタート、重心を前に持っていき走り出すようにしました。腕をしっかり振り、スタートもスピードアップ。できるようになったら地面を強く蹴る練習です。先生を押して走る。運動会で一等賞を取るためにみんな頑張りました。一通り練習したらもう一度タイムアタック。なんとほとんどが2回目のタイムがアップしました。高学年の教室が終わったら、今度は1年生から3年生の教室です。早く走るポイントは、まずスターターの合図をよく聞くこと。スタートしたら1から10までを早く数えて、そのテンポに合わせて走ること。そして10数えるまでは前を見ずに下を見て走ることが早く走るポイントということです。陸上競技場で行われたかけっこ教室、参加した子どもたちは運動会で全力疾走を見せることでしょう。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちら、次回は子育てマップ第30回浦安市合唱祭などご覧のラインナップでお送りします。5月は小学校の運動会、1年生にとっては初めての体験ですよね。そうですよね。私小学校の頃応援団ってこうやったので、放課後なんかみんなで練習するの楽しかったです。私は子供の頃はスポーツ大好きだったんで、こういう行事は結構張り切って参加してた方なんですよ。そうなんですよね。はい、小学生の皆さん頑張ってくださいね。それでは次回もお楽しみに。